ガリシア州内の位置、トケスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体。コマルカダテーラーで、メリーデに属する。ガリシア統計局によると2011年の人口は1343人。住民故障は、男女同系のトケンス。ガリシア合和者数の自治体人口に占める割合は97.20%。トケス派コルーニャ県の南東部に位置し、 コマルカダテイラでメリーデに属する。隣接する自治体は北はソブラード、東がルーゴ県のフリオルとパラスデレー、南と西がメリーデである。トケスはアルスーア司法管轄区に属す。住民は10の教区の90の地区に居住する。現在の主張はガリシア国民党のホルヘ・フランシスコ・カルボ・ペストニと自治体評議員はガリシア国民党4。 XCPT-3 ガリシア民族主義ブロック2となっている。時数には多くのケルトのカストロ遺跡や巨石遺跡高校遺跡が残されている。自治体庁舎の置かれた総都から 1.5km の位置にあるカストロダグラーニャは1990年代にサンティアゴデ・コンポステーラ大学とポーランドの内大学の調査団によって発掘され今日訪れることができる。 ムルショサ集落にほど近いホルノ・ドスモーロスのドルメンは2010年に整備され容易に行くことができる。アカペーラ教区の教区教会サン・アントリンデ・トケス教会はロマネスク教会でトカ川のほとりに深い森に囲まれたところにある。また自治体内ビローリスト、ビラモールの両教区には初期のサンティアゴ・巡礼路が通っておりメリーデで フランスの道に合流している。自治体の経済活動は、乳牛、肉牛飼育の牧畜業と林業分野が中心となっている。トケスは自由の教区に分けられている。ありがとうございます。